くらい。なんかゴリラ。それどういうことなゴリラ。さっきからずっと思い出した。今度からあだ名がゴリラ。うわ、行くぞ。別にもう慣れたわ。もうゴリラや。行くぞ。乾杯。乾杯。いや、お前ちょっと違うやろ。なんでやっちゃうじゃん。ほんまひどい。はい、ゴリラ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 。まあ、見た目ゴリラやけどね。はい、ゴリラ。お前、チンパクやゴリラやゴリラやきれ。なんか、伊藤さんの森にお前おったぞ。マジ？いや、お前じゃおったの。お前もお前もおった。お前もおった。君も。なんだ？いや、翔太郎はおられた。おたくない？いや、おたくないって、お前、行ったね。翔太郎は常に俺の携帯の中で俺の電話がかかってきたら出てくる。書いてねんか。書いたがいいん？この間帰るって言ってメニューないメニュー飲み放題でバリバリ頼まないお前何しようメニューちょメニューってどうしてるんお前何しようお前ライブライブ調子のんなち今も今しようか今入ったばっからゴリラ見れるやん何しようかゴリラ何飲む水のティッシュ誰かキーヒーとか食べよう誰かキーヒーとか麦水やねえぞ誰かおいでジンジャーハンバル誰かおいでいやお前麦の水で勝負だ乾杯しようや乾杯俺あと1ヶ月半で勝負やったあー、こいつなんか生きがりよあと1ヶ月半で一応免許取れんやん免許かけない免許は俺の方が早いんばい俺の方が早いんばい俺の方が早いんばい社交に行ったの俺の方が早いんばいじゃあ俺少年院の先輩えいや、少年院の先輩、乾杯よし、佐世保少年院じゃない人いやいや、バカバカ、お前佐世保少年院より人吉の方がお前あれやきの1年しか伸びてないおい、デブおい、1年おい、そら頼んで、お前人吉の方が上ねテキーラいいっすかつ、どうぞ。あ、水割りですか。2つと、ジンジャーハイボールと、麦の水割り。あと、梅酒一つ。お前らやろ、テキーラ2人。あ、俺、誰？誰？あ、木戸と、麦一番。違う。何が？俺、麦一番って、お前、話戻すけど、お前、佐世保とか、カスやき。純平くん言われようっすよいや純平はちょっと違う、ね、体力的では多分一番きついと思ういやそうよやべそう体力的には腹がねこの次八丁目ちょうどマジでカッター訓練はマジで、ね、カッター訓練中なのは人吉ではないカッター訓練マジ余裕だ、ね、あれはやばい人吉には自然いや、多分、佐世保が一番自然と思ういや、お前ねお前、こいつ、バカにしてるじゃんお前、人吉の方が自然ぞ目の前、海あ、いや、海やろね、2個あるやろ今日の周りは山山やろ新鮮な、鉄板的なイノシシがおる2個あるやろ2個あるやろ船こいだら、イオンも見えるじゃあ、4つあった赤橋も見えるあのイオンが正しそう俺は出たい自衛隊と米軍ボールジャカバッター頼んだろいや、俺頼んでないでね、7やろよし、7やろよし、よし頼んだ頼んだ、よしが7やろね人よしフェンス田んぼ、終わりみんな自然ラボ自然やねいや、田んぼもあるっすね、俺はねあの、イノシシが来るっすねいや、イノシシ俺らのとこイノシシ出る気いや、バチでかいフェンス見ればねばあちゃんフェンス壊される壊されるフェンス壊されるうわー、優しいですねあの、7匹捕まえたお前らがグリンボーとグリンボーグリンボーやろお前グリンボーが本物だなグリンボーのグリンボーの行くよじゃがバタ1個もらいますこれこれにするじゃんデブは食べんでいいとちゃロハイビーが死ぬキャラじゃんなんでかよ熱いだ食べよう今のは本当に笑ってた見た今よし食べきれないよジャガバター取ったよ俺の皿の中入れやがるお前の焼き兄ちゃんしまーすジャガバリサラダですやばいめっちゃうまそうやばいなんで英語だろなんか頭に入るよやめばーすじゃあお前ねうめえねうまいいいばい
手だくったマジで。佐世保がね、あるよ一番ちょろちょろ。いや、そうじゃない。きつさやろ。いや、なにわがそうレベル的に。九州やったのね。いや、いいよや。まあ、俺らのね、人吉の半年間だけ、まあ、たかが半年間。すぐ経つんばい。俺らその、またその半年あるんばい。いや、佐世保半年もないわ。やろ4ヶ月。じゃあ4ヶ月21週間20週間余裕やん。20週間マジで余裕ば。21週間。体力はね、20週間体力的にきついだけで140日。マジ余裕。いや、聞いちゃったよ。20週間なんすか。20週間。お前20週間21週間なんすか。あれやろ、目標点検集会を20回したら終わりちくだやろ。いや、16回やろ。もう俺ら何回するんかって話やろ。え、短期は11週間特短は11。あ、そうやね、11ぐらいで。そうですね。出だほい。ドダンホームで2ヶ月半。2ヶ月半ぐらい。佐世保、佐世保じゃない、あ、佐世保のにおった先生が副賞におったんよ。行った。え、来てるしかない。相当頑張って、ずっと俺も行ったから。俺らの方も行ったばい。あ、そうな、違う先生。え、副賞とか来てるしかない。久々番号取ろっか。バッグを持て、バッグを持て。行くぞ、翔太郎1、俺2、3、4。いや、順平、マンやね。マンかケツ、どっちがいい。ケツ。ケツ、あ、いいよ、よし、決めた。チー、ケツ。思い出せよ。どれだよ、ケツ。あ、違う、1、2、3、4。全部起動は、いいよ、あれ、守れ、番号。違う、違う、マジじゃねえ、できんよ、俺。番号だけでいい。いや、でも番号だけとかなかったっすよね。いや、違う、違う、なんで俺がおるやろ。いや、最初絶対まあ家ならへん、な俺孫が。違う、あれ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ケツ、ま、なこと。いや、俺はそんなに言うつもりないさ。あれ、ねえ、あの、なんとか連呼かね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ケツ、ま、叫ぶやん、一人で。あ、一人で叫ぶ。あ、そうか、一列並ばされて叫ばれされる。で、声が聞けなかったらやり直しみたいな。お前もう一回せよ。練習やん。練習するやろ。なんかね、名前。誰もそんなとこ食べんですよね。最初、入ってすぐ練習した。そうそう、新入時の時に練習するはず。本当に新入時とか最後練習かな。いや、向こうで一番かっこいいってさ、番号が早い量やろ。40人。俺は2人しかなかったっけ。2人を喋えね。しかも1人はもう10人ぐらいしかおらんのね。喋え。10人ちょんない。じゃあ20人ぐらいしかおらんの。合計でファッション、少年の中で少ねえ。夏がバリバリだった。ああ、それあれは俺らのとこも入ってきた。お前のとこも入ってきたろ。売るんだ、まだな。副賞いっぱい入ってもらった。酒まだこんの。いき多分ね、夏の8月から11月飲み放題が出る。何ちゅう言ったらいいの。食べてなくし11月の間サラダも一気にバーンって増えた。なんであれ捕まってるやろ。いつまで取りよ。聞いて、佐世保がさ、多くなったのいつ。え、多くなったの急に。人数増えるときなかった。6月から7月。ああ、じゃあちょうど夏やん。柿食用の時一気にポンって入ってこられたわ。入ってきたろ。番号。いや、1やん。1番。なんそれ。H。 え、バン。お前絶対違う。お前それ調査になるわ。いや、オルバイトでも全然全然俺して。サンウロンちゃん入ってるね。声が裏返る。俺、あ、ウロンちゃんまだっすか。あ、ウロンちゃんいつか。いや、来るじゃん。で、番号言って30分ぐらい持っちゃった。行くばい。1、2、3。ケツ。死刑ケツやん。でも3ケツが絶対ないっすよね。死やけど。いや、だけあれ、もともと言えばケツだけとかないよ。番号もで、番号ケツに…お前、反応が鈍い。お前、調査。もう一回言っちゃって。番号もで、番号エッチ。そっ、すいません。番号もで、番号。いや、お前が1。俺が言ったらいけん。そう、言いちゃうよ。番号も、番号エッチ。違う。第一学寮、総員3名、ケツ1名、現在3名。H、レイナがコメントしとったら。ガス山本玲奈かな。あ、いいいえ。二の総員1名、違った。ごめん、俺らと違うもん、それ。番号まで、ボン、エッチで、ソン、チャンケツ。い
いや、マジみんな個性あって面白いじゃん。最後の人絶対2回言わないでしょ。いや、違う。あ、ほんとですか。あ、大丈夫です。あ、大丈夫です。頭が来た。よっしゃ、ゴリラとも飲め。頑張れ。大分かって。テキーラ祭りやったら。あ、言っとぞ。これね、負けたやつ。ちょっと、そこで。負けたやつって言っていい？これ、今の。いや、きっと頑張れよ、マジで。お前マジでどっち取るか。お前男やろ。待って、そんな話だった。じゃんけんせえ、じゃんけん。行くぞ。最初待って、あれどっちでもいいけ。何人目？おお、はい、飲みまくるね。しかなんで。いや、でもなんで、どっちでもいいやろ。別にそのルールは決めたわけ。どっちでもいいんやけど、ちょっと待って、サラダ食べて。大豆ついて。お前マジハテやな。頼むき。お前頼むぞ、行くぞ。負けたやつそこでマジで終わらさせるなよ。あ、それ正直言うてたやつ飲んだだけ。終わらない。そこでギャグ飛ばせ。踊って勝てばいいんやろ。あ、勝てばいい。その勝ちゃうけどあれがわからん。いや、だけね、勝負するやん。負けたやつはそこに立たせて。何の勝負なんこれ。モノマネさせる。あ、軌道との勝負。どういう勝負。お笑い、どっちがお笑いするか。負けたやつはお笑い。いや、じゃあ何をしたら負けたの。普通にお前、負けたら飲みよう。引き分けはなくなった。いや、引き分けじゃないよ。いや、それをみんなで審査する。飲んだ後に、そっからはい、乾杯。いや、そら…あ、そうやね。そうそうそう。いやいやいや、やめろよ。気合い入れちゃったな。え、じゅんぺくん、お前は、ちょっと待って、バシャン。お前、気合い入れてるか。帰るわ。入れてないわ。気合い入れてる。大体ちょっとで、お前それはきついぞ。なんで俺いいじゃん、ビビんねえじゃん。無理じゃんよ。お前佐世保やろ。お前こいつ素人とどうするんか分けていいんか。いや、でも先輩の一気が見えます。言われよ、言われよ、言われよ。はい、これ優勝からマジ負けたらお笑いさせる気。オッケー、オッケー。もう俺何も笑いとかするには面白いからもう俺。絶対強いっすもんね。よし、気だ、待て。勝てよ、お前。俺ら多分ヨッピくれたやろ、お前。ヨッピくれたやろ、お前。ヨッピくれたやろ。お前、貴族とかでなんかどうするんか、お前。そりゃ。ちょ、待って。ビールの一気いこう。ビールの一気いこう。ちょ、テキーラマジっすか、お前。お前、佐世保の先輩がお前に託したんぞ。お前がいたらどうするんか。翔太郎ダメやろうね。福岡ね。俺と勝負せん、一人して。福岡と一人して勝負せん。遅刻組。あ、吉田るの嫌な思い出見つけた、思い出した。そんなんどうでもいい、お前ちゃん。やべえ。言い逃れはでき。テキーラはマジで俺吐くと、俺はね。ね、待って。ね、いや、アルコール中毒なるやん。ね、お前、もっとよっぴぐれみたいやろ。いもっち、あ、今も。あ、そうやね。走るって言ったもんね、一緒に。この間走ろうやってた、久々一緒に走りたいねって言ったもんね。ね、よし、飲め。よっぴくれんだやろ。お前、体調がいいよ。そんな言うなら体調が飲めばいい。体調が。待って。やっぱずっと言いようけどさ。なんか偉そうに言いようや。いや、多分誰もが思ったことと思う。OB やろ、OB やろ。自分の OB や、ちょっと待って。OB ちょっと、分かった。OB と体調で勝負する。ちょっとあの選手組でね、選手組でちょっと勝負。俺生でいいな。いや、もう生ビールか。俺はもうね、もう右水でね、結構いたもんね。あれ言ったらね、飲みたら飲みたら体調攻撃されたけね、今緑飲みたらよかったですよ。ね、待って、お前ヨッピーグレンタイ1年も前、俺そんなイモリにさした覚えはないぞ。誰が頼んだんですよ、お前。なんで頼んだやつなの。お前頼んだやつよし、言い違ろ。お前、ちょっとちょっと飲んだろ。ちょっとね。お前そんな言うがやけ。お前飲みてえやろ。いや、帰ってさ、飲み飲みって飲まんやん。あ、言っちゃね、言っちゃね、言っちゃ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 。あ、じゃあ、そたん、挑み勝負。なんで、あれは、言って、よく連載のルール、あの、下のやつは隊長に何も文句言わない。何も文句言わない。何も文句言わない。俺が決めた。関係ねえ、違う。OB、こっちは OB やんけね。こっちは現役、分かるよ。OB と現役で分かるよ。あ、じゃあ。つまでトリオンか。面白いことして。つまでトリオンか。誰に違うらしい。ちょっと待って。誰に。あ、分かった。じゃあさ、植木と脳型二中で勝負したらいいやん。いや、二中勝たないやろ。あのさ、植木、全然飲んでないらしいやん。行くぞ。行くぞ、ハザリ玉。一気すんな、ほんと。乾杯、乾杯からせ。マジ、キュッチ時間。キュッチ時間、ほんとに。ハクだよ。おい、二中勝てよ、二中。入った瞬間、俺多分行くぞ、多分。おい、二中勝てよ。行くぞ。
チョンボなしやけど。あ、待って、こっちの量多くない？変わらん、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 行こう。せーの、乾杯。はい、乾杯。上来ちゃうねえよ、お前。飲み込むの、マジやろ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 、飲み込むのタイプ。飲み込むの、飲み込むの、上来ちゃうねえぞ。お前、ほんと飲み込むの、入った、入った、入った。はお前、マジきねえ、お前。いや、無理です、これ無理。お前、上来そんなもんな。そんなもんもねえ、やっぱ日中には勝てんばい。うぇーい。いつき君の後輩やろ、どっちゃ。やべ、一気に来た。お前、新谷の怖いやろ、ガチャ、お前。お前、大輔君、どうするの？お前、顔泥塗ってたの。この間、ゆりちゃんからくださったの。誰？お前、半分も飲んでねえよ。待って、これやべえぞ、お前。でも飲んだぞ、キドは。それを処理するの誰かね。オービーキド、オービーバカ、もう。はい、お疲れ様で。はい、食うで、みんな。よくで。すげえ、それを処理するの OB やない？違う、なんで俺が年下口づけたの飲まないかあー、じゃあ先輩の1個を用意してやらないか。生一つ OB と体調どうなった？あ、じゃあ口持ちの、あ、口持ちは吉田さん。あ、吉田さん、お願いします。お互い生で行こうや。本当にいいよ。いや、俺、生の基地炭酸ギリジョギ飲めんのよ。基地、確かに基地。熱いかも。こっちよりビール一気なの通常食べる。絶対基地。お前、口出しするぐらい飲め。うまくない。でもさ、おい、待て待て。いや、待て待て。おい、待て、おい、聞け。ちょ、待て、聞け。お前、体調の言うことは、お前、絶対。いや、待って。やっぱ体調ってかっこいい人って思うよ。お前、波紋になるぞ、そんなの。体調だ。いいか。体調、待て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 。お前、波紋な、俺今からみんな呼ぼうか、お前。いや、体調かっこいい人と思うよ。みんな呼ぶぞ。ね、体調かっこいいか。体調かっこいいよね。やっぱ、後輩、後輩とかならね、部下のためならね。いや、待って、お前ね、いつからね、お前な、野田一家。はい。はい。あ、生一つ。あ、すみません。生一つ。いや、やばくて。お前、いつからね、そうやってね、そう。体調の座を取ろうとした。取った？お前じゃない、俺、俺がよき5連隊中でも、その指揮長は今日そのまいか。ああ、あれ、ビンジロスどうした？え、今飲みようか。テキーラやべ。ギンちゃん久々や。待て、銀次郎。銀ちゃん、久々や。近づく、あそこや。んー、なんかお前の声ちっちゃくね？出た、出た。トイレ。銀次郎君、よろしいでしょうか？何？サラダこんなに全部食べない。久しぶりだけど。銀次郎君、よろしいでしょうか？面白いことして。もしもし。もしもし。そう言って面白いことして。これ何ちっちゃけ、なんでだ。もしもし。流星が可愛いじゃない。よいしょ。石塚。生です。あ、え？誰？石塚流星ちゃん。あ、聞こえ。ラブ。もしもし。スピーカーセント聞こえんすよ。何だ。なんか自分のなんか詰まってます。金次郎、添田先生はやばい、やばい、力が入った。インポルスが16万で売りよ。安いじゃん。なあ、買えばいいや。何か遊びに行くんすか。部長が今頃結構緊張するの。シャバッ。何見よいの。18人久しぶりやね。俺もうこれ9杯目とは。そうたら面白いことして。なんで俺に振るの？テキーラは全然いける。おいっ、テキーラ食べてないよ。でもね、僕はいいよ。あ、ビール回避した。バーボ行ってみて、お前。バーボ？そっちやべ、あれ。あんなこと、98%無理。テキーラ何本？めっちゃ変わるね。50ドル。ブレロクレロ。話しまー。面白くない？あ？ユーポロ。ええ。日本人する？本当にのガチャ。コメントしていきようや。なんか英語で無視されとは。
ほんとまた連絡するやべえ、一郎でー初めてよ藤田よ知ってる、どっちが勝ったんか誰誰藤田よ知ってる、初めてのライブ 1.3 助けになる、うん、で、どっちが勝ったんかよで、誰が勝ったんよしてるーは何がよしてる、負けたやろ何がよしてるテキーラ1期負けたやろ、俺に一発ゲームいいいい知らんぼ俺ルール焼きねいや知らんぼ俺いやお前そんなやろ待って俺勝ったんだよ権力使っていいなんてお前リオナはまま前にいいんかバカお前そんなどうでもいいよく売れたやろ波紋になるぞリオン黄色き翔太郎おかしくなったりっちゃんりっちゃん待って、偉そうなこと言わないで結局全部言うってことよし、乾杯乾杯うわ、体調が出たならダイエット中体調出たばいもう終わる体調が出たのダイエット終わるやろ、うん、よし、早く食え出たいやん一気俺は勝ったその体重をさ、もらっていいですかどうするよしいや、でも全然量違うっすよテキーラの一気で体重をさ、奪い合いませんかいいよいいよいいよ全然違う違うビビッチョーズかウイスキーっすよやっぱりいっちゃうねあ、ユイチ勝てるあ、でもウイスキー飲みやすいけどね勝てるっちはなんだこれもお前勝てるっちよいや負けるけどやっぱ体調はねそんななんか少ないんだよね直備言っちゃれ言っちゃれももちろんまだ体調とかいいよまだ体調とかいいよごめん体調がなんだもうユッピグレンタイなんやけど言っちゃれいいの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 ユッピグレンタイの一員の人ユッピグレンタイの一員の人ゼロかっちゃう篠田ファミリーの人誰もないよしかもお前手が言ってるねお前なんで手を挙げてねえかお前バッ殺すだけさほんとお前よかったお前波紋ぞ波紋ショッピング連帯の人ショッピングショッピングバカにすんな初めて聞いた言っちゃれヨッピルヨッピは俺たちきっと俺だぞち殺すさほんとジュッピアどころですかジュッピアね、篠田とんのグレンタイじゃん35頭だよ前では誰も吹かすなって言うよ俺んちの前では誰も吹かすなって言う俺んちの前では誰にも誰でも吹かすな決まった山田光太のファンプですかないよ射程じゃんあっちはい、ねえねえ、お前まだまだお前勝負待って隊長との勝負を見たいんやけどいや、こんな勝負にならないよもう話の話終わったあ、終わったとりあえず翔太郎とゆういちの勝負やろガンダ同士やねガンダバトル吉村グレンタイ VS 野田実はね、うんこれガンダやないかいあ、こっちです、オンガの内容えオンガの内容じゃあオンガのじゃあオンガのお前負けたらマジ、お前オンガの恥ぞまあ、本当はガンダやないけどえ、でもオンガのやろでもお前オンガの恥ぞいいんかあ、ガンダとオンガの仲間やいや、お前ノーガタはもう証明したもんねえノーガタは証明したノーガタはもう証明したウエキな、ほとんどクラテやほとんどクラテやお前クラテバカにしょいやお前クラテいいとこぞいや、悪いなもねやろ悪い悪い暗って悪いわね困んねえとかね、困る警察がおらんやおるわおるじゃん、俺はおられたお前、俺一回も会ったことないおられた電車でビーチよし、M さん足行こうかちうーやな、帰ろうち帰ったもん、余裕で交番あるんねねえマジで俺で一番先頭を打ったのに、一番最後らへん俺らケツ持ちだったこれだねガソリンねえガソリンねえち
ちょっとケツ持ってとか言うよ。無理無理無理、俺らはガソリン電気じゃん、お前らケツ持ってケツ持たしたじゃん。ベンチャリやね、あ、そんな前じゃん。俺も13やね、13は言いませんでした。13かな、13か、12じゃん。12やないですか、お前ね。中3の時はなかろ。中3やね、あれ中1や、中1 中3じゃん。中1はない、それはさすがに。中2、ベンチャリ時代は中1、中3、中3。あの株で俺が決まったは？ないよ、中3。お前いつ暴走したの？出張？中2倍？中3やね、中2はね、マックマン株？うん、あれ中3倍？中2やろ。中3？俺、中2おらんやった。もちろん大きくやる。中2おらんやった。そっち並び？前も並び？そっちに並んだ。俺らグループに並んだ。順平、順平。順平ですか？順平。来た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 。ビールやったらいいけど、ツートップ？いや、俺は順平。待て待て、どっちが親方なん？どっちが親方？それは順平親方。お前やろ。お前そこいいやろ。お前、俺が。篠田親方。じゃあ親方バランス。俺はもう射程。で俺は揃ったらもう。どっちやつ？行くぞ。天下一品っすね。行くぞ。よし、乾杯。お勝てよ、ゆういち。ゆういち勝てよ、お前。お前、よっぴくるんだ。同時よ。同時。よしてる。はい、よしてる。翔太郎、もう一杯。定番こぼれだ。もう一杯、もう一杯。マジでこぼれた。え、でも純明君と俺そうだよ。テキーラ、テキーラ。あれっすね、ライジングさん踊り始まるっすね。あ、始まる。カラオケ行こうや。テキーラ2つ。ライジングさんタコ踊りが始まる。シムダファミリーに早朝降りた。テキーラで行く。ボタンとかある？行かん。ボタン。生。お前は。ウイスキー、はい、ジンジャーハイボール、ジンジャーハイボール、ジンジャーハイボールと生、生、ジンジャーハイボールと生。やべえね、炭酸きついっすね、炭酸、はい、炭酸マジやべえ。あ、いいじゃないですか。俺はこういうふうなのが一気やきちくて、最初のとこやったん。目の前あるか。ちょっと待って、話戻すけどさ、ちょっと休憩けど話戻すけど、順平くん、ね、ツイートするなんか、この焼きユッピとヨッピち似てない？いや、しょうがない、あれルルカがつけたし。でもそれはさ、ヨッピが最初やん。そうだし、わかるよ。あ、自分でなんかお前さ、これね、ファミコンの十字キみたいな。あ、わかる、わかる、ファミコンのわかる。いくらしたんそれ？全部合わせて1万かっけ、お前アイコス買えちゃう。アイコスも買ったばい。俺も買ったばい。どうあろうな、アイコス。え、アイコスか、そんなまじゃもうあの裏で取っちゃう。俺今日支払いしてないやった。アイコス？買った？買った。どんな顔？アイコス電話出らんし。しかさ、新しいの出たろ？福岡で。あの福岡市内行ったらあるさ、普通に。いや違う、新しいのが出たんじゃん。あ、それ福岡行くやん。あのメビウスのやつも買えばいい。そう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 。あれだいぶ目からちゃう。あ？あれしかも6000円ぐらいやろ。福岡でオープンやろ。あれ福岡しか前からある。結構前からあるっすね。ゆういち似てない？ちょ、まあ、肩乗しといけよ、一日。仲間や。仲間。俺の赤ちゃん。吉川さん飲み寄らない。あれこいつ。やべ。どうした？いや、でもさ、ちょっと待って。いや、まあ、翔太郎、まあ、途中で来たけど、あんま飲んでないやろ、いや、でも、やっぱ、体調が一番面白いかな。ねえ、伊藤さん。いや、まあ、思わないですか？思わない。え？伊藤思わない？体調飲んでほしいよね。いや、思わない？伊藤思わない？ねえ。思わない？体調？普通、ゆういちのものかな？あ、体調頼んだ場合、あれ。うめしやろ？うめしほら。うめしや。あれだ、お前、言うぞ、言うぞ。あ、テキーラ？あの、体調飲むものには差し出なし。いや。そういうルール嬉しいなさ、ルールルール実際アルコールちょっと大事だけど、いや、そう俺は農家って行く気ね。敵がやべ、農家って飲み屋が行く。いや、俺も帰ったら宝飯で一緒に。嘘つくな、お前。お前ね、結構すごい嘘つくね。
チューハイ。チューハイやろ。飲みやっぱパス。やっぱ飲む。ちょっとパス。なんで？あ、別に飲み。俺一人で行こうかな。なんで一緒行けちゃう？冗談で言います。嘘冗談なしだよ。本気と書いてマジと言う。やめた。うまい。736の15のウェーバーはこれ。バッポーやね。ビッグバブ。ビッグバブ。ビッグウィズブッキーやろ。あ、それワンピースやった。ワンピースやった。ビッグバブ。え、なぜ言うの？ビッグマムパピナオイヨーパピーチパピパピーチビッグパピ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 ーチワンピースの話それ明日楽しみワンピース見ようそれ住みたいけど出なくちゃう待ってねどういうこと明日パパパいや10分やろいや明日行く俺クリアに起きれるんかいや待て待ていや俺ワンピース見るときだけ相当早いまきれお前福岡行けるよまあ、立ち行くのかちょっとだけ一時期10分ぐらいやけどじゃあそれからでいいやそれからでいいやマネーがないもん給料入ってないんやけお前金いらんしいるか一応ガソリン代出してもらう金いって金ないでも言っても何も楽しくできねえ別にね俺リバ行こうリバちょっと副会館あれ行くわ行くわガロギャップ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 ガロやないギャップ行くわいやギャップあのねいやこの間ねよし俺はね買うちょうれしロックだ生身ずっとロックだうれしロック美味しいしねジンジャーハイブですねはいうれしロックやね俺の生はいお前いいよかったよ同点やったね準備はここは勝ったんだから篠田ファミリーと篠田工業これ2つあるやんでも争うのお前よくないっすねいやいいお前の方やお前、いつまで動画撮るよおめちゃんえ吉田知ってる何も進んでねえよいや、マジで、ごめん俺、吉田進めるもう話変えんねんごめんあ、やっぱヨッピヨッピしょとりあえず飲めなんヨッピヨッピしょ俺、ここでいい、もう話変えんねん話変えんねんなんだろ、ヨッピ一番吉田知ってる、お前大丈夫だいや、飲まない、一人一人は食べるの長くねえ、でも俺ワイン一気したよつまり取るよ長くねどうせ見ようの10人もおらんのやろ23人そんぐらいやろしゃべしゃべ100何十人見らなどうせツイッター友達おらんのやろお前よこれ俺ツイッターみんなリムって言ったしおいビグレットどうだったのビグレットビグレットいやいい吉羽さんいいボーイボーイ飲もういや飲みよいやとりあえずこれから減らしていかな話にならんやっぱ飲ませ上手は飲み上手ぜひね飲ませていやじゃあ両方一気に切ったりかちょっとしかないなんか俺だけっちゅうのちょっとなんか3人で来たらいいじゃんいや、こいつ一番飲んでないっすよでも飲みの野郎も飲み切らんお前、ヨッピグレンタの一員が飲み切らんじゃん俺はカバー飲み切らん代わりに飲むちことだじゃお前は待って待って体調やっぱ代わり飲むちことだやっぱ体調は代わりに飲むおい、飲め飲めちゃんと飲め最後までお前、純平くん先輩がビール一気して待て待てお前どっちだ脳型ああ篠田ファミリーなよってくれるんだよどっちだ篠田ファミリーはどっちかぞ単車にな単車の面に行けなったらね、はい、まあ篠田ファミリーになってね、はい、まあ結局やっぱあれですよねちょっといやまずお前を靴に乗したがろうと思わんいや純平くんは乗してくれる乗せろ乗せるわお前だったら攻めちゃうまあいいやどれって言ってくれる君ああまあそれは純平の優しさやいや純平くん俺やろうったら三段シートなんですよいや違う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 シャコタン確かにシャコタンなるけど確かにね VT とか乗った瞬間ここも下がってるでも三段シートになっちゃったんですねあっ何全部死ななかったえ昨日匠君見たっしょ後ろの3番俺あどっちでちょっとしか前に感謝5台ぐらい通らなかったああどうぞどうぞ自分だし最後は前にしたけどヨシテルとかです昔寄ったね何の話昨日、昔回る昨日、ふかし打ったね聞こえた後ろ打ったしどこらへんあ、昨日、もしか連絡行くねみたいな感じローソン曲がって200号線誰もバグ乗ってたの出てすぐバグデートアレックス、安いあれ、売ってくれんのローソン、いらんちょっと
ちょ、あ、5万ぐらい売っちゃうと思う。5万、いや、あ、5万切った。どうせやろ、ノーソンに鮭が切れる。いや、なんか、いや、違う、ボロいっすよね。ちょ、ちょ、ちょ、お前連絡しよう。一緒に乗ったちっちゃくて、お前だよ、25万ちょっと。は？ 25 万？ 25万ちょっと。な、修理相当時間にかかっちゃう。あ、いや、ボロボロばよ、ほんと。いやいや、ちょ、明日バンバン治る。ちょ、お前電話して、電話して、相当腹立った。俺ももうすぐ治る気、なるき。いやいや、ちょちょ聞いて、いいよや、いいよや、恋しいや、俺んちの俺いつまでもある。あ、まだ、あ、よしんちの俺決まっちゃう。シャツまだ売らんないな。単車乗りたくない。今日出したんだ。よしるさん単車乗りたいっす。お前の単車出せ。単車乗りたくない。お前持ってやかろう。出せ。持ってなかろう。タンタンだかい。バカちげえ。お前ヨッピーくらいやったらバカにしよう。いや、マジかいっす。そんなもんぞ。やめんねえ、そんなもんねえ。おい、ヤッシュ、ヤッシュが一番うまい。ヤッシュさん、ヤッシュさん、カズマわからんし。いや、でもカズマうまいいいと思う、練習し。いや、練習しようぜ。ヤッシュさんうまいばい。カズマうめえばい。か、アークやね、カズマっすよ。カズマ重くなっちゃうよ、アークうまい。いや、アークより今、多分カズマの方がうまいかもしれない。いや、アークの方がうまいやろ。アークの上かも。いや、カズマ結構進化しそうっすね。あの、ハヤトが呼び出たらね、燃える気。はい、早いだよ、俺カズマより早いし、ね、言った瞬間思い出し、いや、これは早い、はい、マジで単車乗ってもう乗ってないんじゃない、乗るよ。いや、ちょこちょこ単車ね、乗り、こうやってとか単車なかろうか。いや、何かしら多分誰かが乗るよ。昨日2ヶ月ぶりで乗ったの。俺も久々乗った。誰言った？俺言ってなかった。俺寝なくなかったもん、ですから。俺何週だっけ、パチンコやろ。俺もこの間久々に乗ったね。俺誘ったし、ヒーローたちもね、クラッチもツルツルの絶対レックス。誰？やらの達也の。なんで俺誘われたね。タシもちょ、お前体調が誘われる。いやでもね、昨日マジで俺のが治ったらバリバリ。いやマジね、あのノーガで走る競馬やってないって。いや、ノーガで走る北九州で。あー、ならいい。ノリコや。おいおい、一週間じゃない。あれから今日も達也と乗り。一週間じゃない。あと一週間。お前裏切り者。みんなが学校じゃあ仕事しようと。お前それな、10時半で終わった。ケビンのクソ野郎があいつ仕事変わっているね。ちょっとだけ。一緒な。パーチ、俺のタバコ知らん？あ、知ってる？お前の彼女がライブしよう。見らんねん？見よ。いやいや、彼女じゃねえし。セフレか、あの。これどう入っちゃう？やべ、俺の方だといけ。あ、ごめん。チーレー。チーレー。チーラー、1個見た。やべえ、もう腹パンパン。ピューリッキーしてるな。腹パンパン、カマダダンパン。くしゃがれさん。バカにしようか。心配もせんで。腹パンパン、バカなパンパン。ねえ、バカなパンパン。純平のことお前、バカってさ。言っちゃった。大丈夫ですか？いや、お前いい、そういうものはいい。だから心配だよ。お前ね、そうやってバカにしたんだ。バカにしたのを知らなかった。いや、シノバピアの先輩やから。簡単に上司っす。上司、上司、上司。なんで上司？やべ。やっぱ純平くんと思ったらやっぱ俺もヒートアップしてるよ。何を？やっぱやっぱあれやね。仕事はきちいね。やっぱ踊ってしまうよね。バリバリ仕事してる。そしたらやっぱ運転手は運転しづらいみたいな。相当走った。放送でも運転しちゃうと面白い。足場組み上がった。いやでもこの間のツーリングマジでクソやったっすけど。足場上がってない。相当でっかい。あ、お前がいつも裏切りよったよ。裏切りよった。いやでもこの間ツーリングマジクソやなかったですか、あのしょうまくんの。もう一生いかんすよ、しょうまくんのあれでさ。なんで自分誘われるかわからないですよね、単車乗ってない。なんでかっていうライジングさん驚くよ。いや、しょうまくん絶対知らんはず、将来。いやいや、マジ腹いっぱい。ライジングさん、お前それなんでどうかといけるから行けんか。うん、ちょうだい。いいよ。今週終わったの。やべえ。そうで待ちごめんよ。ほら、やべえ。一番あと半年も損して終わります。あれ何時間かそのまま行ったら、あ、冷めてきたじゃん。歩けばね。あ、よし、飲もうっち。なるよ。よくない、こいつ。よし。あ、でも今保護士が入院とかして、お前行けんのってあります。お前これ、ルブタン戻きじゃね。え？
いや、ルブタモドラとか言う人おるけど、ちゃんとロエっていうブランドなんやね。なんで今さっきからお前落としてば痛い、ほんとにダメ、眠い。ごめんなさいな、バリ眠てー。ちょ、何の眠てーだ。いつもちょっとあのさ、久々よしてるはポーポー見して、ポー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 ヨーパレプチョヘンザ、ヨーパレプチョヘンザ、はあ、お前知らん、お前道具立つとお前ヨーパレプチョヘンザ、プチヘンザーヘイヤーは感じたわ、プチヘンザ知らん、頭いけえな、プチヘンザープチヘンザープチヘンザー、ヨーエグザイトラベエグザイトラベじゃない、トライベトライベトライベ、もう一回見たい、いやもういい、いやもう一回見たい、いや自分ユッポロなんですよ、ちょっと裏切れんじゃん、ユッポロ行って、行ったいっす、お前まさかそんなんでお前ノリノランチ、結構お前ユッポロ名乗ったらいかん、ごめんなさい、え？ん？ユポロやろ？いや、ユポロ、今年からユポロ卒業したんよ、俺。ツイッターもやったんだと思うよ。間違いないですね。次、ピグレット？いや、ピグレットも間違いない。ピグレット。ジャンから500円引きです。でも、取り戻すといかん。お前、すげられ。お前、篠田ファミリーの、お前、篠田サバで、お前、ジャンからっちゅう、お前、すめられ。公園出せ、公園。クリエイト行きますか。いらん、いらん、いらん。え、公園だから貸すやん。お前、あ、お前、純平くん誕生日、マジ美味しいっすよ、おい、大山ホルモンどんな感じ、大山の大好きやわ、大山健太のお母さんや、ね、あ、まあ一旦ここで行くけど、お前、光栄様と大山ホルモン様敵に回してる、いや、俺誕生日、どうする、あの、これ、シャージじゃ毎月生きよんから毎月生きよんかじゃ、こいつやけ、こいつやけ、おい美味しか言ってますよ、おいしいちゃん、言ってないし、それで美味しいちゅうか、テーマ行きようですけど、完全に言ってないし、お前テンション、お前ガンガザガンダやガンダやないんじゃん、ガンダとかもない、脳型にガンダとかない、あれ土田も美味しいっすよ、土田上で、あれ土田はね、美味しい、どんな入ってるの、土田あいつ顔でかい、間違った、耳がでかい、の息子、まあ息子ね、俺の産後、これにしてる、ああ名前忘れた、姉ちゃんの飲み物ラストオーバーです、あ、本当ですか、なんか飲む、オリーバーラー、あ、カルピスで、はい、あ、ウーロン茶、やばそうだ、ウーロン茶2杯で、はい、やばそうだ、あと梅酒一ついいですか、はい、メロンパンは、やえ、ハイパー、はい、パンパンっすね、あ、以上で、はい、けど太りて、自分も痩せたいっす、シュウちゃん、再三する、シュウやん、するとこないよ、動いしゃいよ、シュウちゃん、喋っちゃ、お前、いや、お前一番喋んばい、いや、俺結構よしとこだよ、ボツ張ったから、いや、違う、カイト君がコメントしたの、おい、ミーチに対して、何カイト君が、え、カイト君がミーチにコメントした、カイト君、誰それ、そう、書いてたの、気持ち悪いち、兄貴大好きです、サイドウェブ用見えます、スゲーム、よし、来い、もう俺負ける気ない、ここ開けんの、見えます、ね、マジで、本当ね、筋肉強く触って見えます、いや、細いな言われて言われた、あ、下げて下げて、もう俺本気でいく、マジで、いや、結構弱いから、響きにも負ける、響きに負ける、響きずっと喋る、バカるねん、でもカズマにも負けるもん、お前カズマに負けるもん、一枚もう、おい言って、翔太郎、はい、ということで、バイバイ、ゴーいいぞ、レディーゴー、はい、よし、分かった、はい、ガッチから入れてみて、いいぞ、ゆういち巻きすぎてそれ倒れんば、間違いねえ、しゃべかすやお前、鼻垂れっちゅうぞ、それ鼻
鼻くそいいか翔太郎と電話出したいよ鼻くそやん翔太郎食べるいや言うていい翔太郎が一番強い翔太郎はお前より勝つ勝間さん翔太郎負けたきはお前勝間さん負けるのまたとしたことない違うからいつの話しようか早いとか言うバリ強い早いと相当強い負ける相当強いっすよ強いは藤田相当強いな今余裕で負けるっす動かんね本当にちょっとマジでいいよトロシキなんだよそうよいや、ハヤト相当強いじゃない相当強いカタープ大工しようきや今から筋肉落ちていくやろ落ちていくやろそうだほら、起動じゃあ、翔太の選手をね一発目のカルピスなんか大丈夫翔太郎、こっち来てん怖いしちゃうよ、僕は違うやろ、ボドガール間違いない間違いないケイちゃん、ビビっちゃうよ負けるのがビビっちゃう手首って優秀して負けるのがビビっちゃう俺、もう左強くないっすか違う、みんなが弱いんや純平くんに左に負けたことないっすよいや、多分ね、なんでか言っちゃうかなんでか言っちゃうかみんな右利きなよで、左で、俺左利きやきだけお前強いとか言ってお前右利きやろ正直もともと左なんよじいちゃん起動起動総長なんかいいよすこいつはじいちゃん早く翔太郎ついでいつもしてきて分けるやん今日は肩が脱臼してからでいけ総長この点や翔太郎もちろんしていいぞえまさかポコとかショッピーショッピーグレンタイの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 ついてくる俺についてくる強力についていきますこれは負けられません、隊長負けられるあら、偽名ヨッピは偽名ヨッピちょっと、すぐよ吹いたら吹いたら吹いたらソータの間違いやろ負けると思う俺、ここであのみんなの思いしちょっと俺もみんなの気持ちがこもった背中にしょっちゅうまあ、順平とまあ、ゆういちがして人がねダメでもともの展開ゆういちの後に翔太がするのマジでいいやんちょっと保険かけ出した保険がやべ、鼻が詰まり出したテキテキダンゴールしよくないしてもしてちゃんとまだあります。いいよ。
リーチ行って。リーチ。行って。全然いいです。リーチ。行けた。行って。いいじゃん。あ、行けじゃん。レディー、はい。確かに行け。ちょっと行きやね。はい、二杯目、二杯、オートビール、ドビール。ありがとうございます。いや、結構ごちそうさまです。あ、お前、俺になんちゅってんの。いや、俺になんちゅってんの。これは余裕ちさす。俺なんした。いや、これは余裕ちさす。待って。こいつ、何の話しますか。いや、ちょっと俺伸ばしちゃう。口つけたんや。自分もちゃんぽんきついっす、結構。いや、ないぼっちょ。純平くんの短所を書く情報にこのバトルとダメと思うんですよ。それだしは俺のもんだよ。いや、でも純平くんに迷惑かけますよ。いろいろと出張行った間に、ね、本当ですよね。おきれい。ちょっと足の裏もんでくれ。自分相当うまいですよ、マッサージ。いいねー、野田生態進出。おい、アポロ来た、アポロ来た。いいよ。それでもみようか。グリグリソフト系無理です。マジ。今のでも無理。はい。今のでも。マジっすか。今のでもマジ無理。マジ無理。じゃあなんか分厚いかわからないけどなんか。こうされてないけど。じゃあマッサージこっち入ってないんですか。いや今はいいよ。グリ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 グいいね、いいね、ブワー生態師。まだしよったの。まだしよった。やっぱ対象の座は譲れんのですよね。僕は体力勝負。解決自体をしてる。あっ。さっきそう。起きるぞ。ちょっとすごい。やべ、見ててパンパン。さっきそう。よっ。あっ、邪魔になっちゃうじゃん。いいよ。間違えた。お前ローガーでいけんぞ。よし。何し。やべえ。え？よし、インフィーター潰れる。やっぱりサミ。ローガーね。フィリピンってマジで潰れる基本。潰れちゃう。あ、潰れんねえよしてるフィリピンちゃん。うん。俺10時ぐらいから閉店も取ったんよ。来ちゃった。何本したのそれで10万ぐらい。そうそう、ゆうきくんが全部払った。なんかまさかフィリピンバーの車に着くんだ。ゆうきくんが全部払った。誰が前だ。あ、一緒行ったん。あ、ノーカットでよろ。ノーカットでよろ。なんか急に電話かかってきてアポロン来てって言われたらね、送れますわ。アポロン行ったらこの中行ったらフィリピン、いらっしゃいませって言うよ。フィリピンや。初めて行ったけど結局5人つ会議ついてきたよ。フィリピンは同じフィリピンとかにしろ。いや、でも結構楽しそうだね。ビルきつかったけど。相変わらずやっぱエアホンカバー汚い。もう飲み放題ちょっと終わったん。もう結構楽しそうだね。終わっとうばい。もうミキしたよこれ。呼ばんでいいんだよ。呼ばないか。大工会社が行うから。大体1人5000円くらいやろ。いや、そんなかからんです。黒崎からの方が5000円、4000円。いや、じゃあここの店じゃん。ああれ、太鼓どうしようか。あの、一人隠れる。ブレイクなる。太鼓これもあんた、お前ノアと飲み行かないのに。そうそうそう。いや、だけど俺ら別やん。ちょ、友達から戻らん。なんでこれもある金取るとか。だけど、一人隠れないっけんね。シートかな。なんで車あるやん。
乗れんのよね、今あれ。乗れんのよ、マジで。で行き先は一緒やけですね。自分と翔太郎は近いけです、ね、歩いて帰る。歩いて全然帰る。まだ11時じゃん。距離的には全然歩いて帰るね、翔ちゃん。マミーの頼みを受けた。距離はあるね。結構あるよ。いや、遠いで。翔太郎自分変わらんすよ。いや、自分と10分かからんすよ。いや、変わる、変わる、翔太郎っていうか。遠いね。あ、いつも代行頼みをとかってどこな。でもどっちにしろタクシーでも絶対ワンビーターです。ね。タクシーとか並んぞ。いや、金返せよ。というか、その代行の車に乗せてくれる一人ぐらい。タクシー代返せ。大型で行ったら存在返せ。別に6人乗るとか大型でワイワイで存在返せ。あれ出したやつ言われてきたよ。俺言ってない。前々の。違う、5人乗りの車に6人、1人オーバー。前が一緒ぐらいだか。だけどもう解散で言っつってんの俺。じゃあ今さら言ってくんな。そうそう、だけその大型の車乗るやん。運転手。で、それで許してくれ。お前の負けたよ、もう。疲れそう。いや、別に1人隠れちゃったのバレんね。とりあえず単車探して。なんで？やりたい。乗らんでいい。ああ。捕まるから無免許。捕まらん。どこから気温？いや、俺単車ではもう捕まらん。無理。ダメ。なんで？ちょっとおらん。いつもライフ探して。ほら。単車乗りたくねえ。探して。単車ね、貸して。探して。しか俺や。俺やもっちょの。ゼファもっちょや。一心助け。フィジュアルは？フィジュアルは誰だよ。翔ちゃん。とりあえず貸し、帰り一緒帰ろうか。もう、トンヌダンチ。ええー。唯一と一緒帰ろう。どうやって歩いてとか言うやろ。歩いて。うん。でもタクシーでもどっちでもいいし。お前、いつまでライブ撮るの？お母さんでもいいし。てか、いつまでしょ？もう1時間ぐらいになるわ。やめりょんか？お母さんやるじゃった。6人。やめり？大概やめり。多分、しつけ長もあるとか。ライブってそんなもんやろ。いや、ライブ俺、そんな選挙10分の選挙もしてる。そんな選挙、やりすぎやき。やりすぎやき。ハマったけって、お前ね。最近したけっちが調子の今日じゃん、どうまた行くやろ。やべぇ、じゃあ見て。トイレで寝とんやな。あいつ寝てそうやね。まあ土曜は満喫したね。いや、まだ1時間土曜から。